特別区設置協定書の承認についてを議題といたします。市長の意地と話題作りだけで推し進められ、あとは野となれ山となれでは真心の台まで運んだのとり、大阪市民が不幸になり、また物にできない代物です。わずか6時間程度の維新のみの委員で議論されただけあって、まさに突貫工事の不良品といえる多くの欠陥を抱える内容となっています。市民サービスは良くなるどころか、さらに切り縮めざるを得ず、特別区の運営、区民の暮らしは惨憺たるものだと言わなければなりません。いや、非常に残念ですね。また協定書は再度出します。これだけ大きな問題は住民が決めるべきだと僕は思ってますから、議会で葬り去っていいのか住民が決めるべきなのか、これはやっぱり住民投票にかけたいですね。